こんにちは。今日はこの、日東紅茶レイ&レイと、会費を使って、素敵なティーバッグを作ります。会費を14センチ ×5.5 センチに切って、半分に折ります。この大きさは、ティーバッグが入るギリギリの大きさです。ツルツルの面を表側にすると、綺麗だと思います。次にスタンプを押していきます。インクをつけるときは、スタンプを左手にゴム面を上に向けて持ち、右手にインクを下に向けて持って、ポンポンとつけるのが鉄則です。銀行でハンコを押すときのように、下に置いたインクにスタンプを上から押し付けると、なぜかスタンプの角にインクがつき、きれいにできません。もし、ゴム面の角にインクがついてしまったら、押す前に拭き取ってから押してください。最初はインクのノリが悪いので、念入りにつけます。裏はシンプルにします。
これはプリンティングキットというものです。プリンティングキットについてはまた後日、動画を撮ります。英語でティーバッグと作りました。6センチ ×3 センチに切ったか、石を半分に折っていきます。スタンプの大きさに合わせて、大きさを調整してください。正方形になるようにするのが、おすすめです。上下で反転させて、押してください。紅茶を袋から出して、持ち手も取ります。引っ張れば抜けました。両面テープを貼ります。テープで全面を埋めなくて大丈夫です。
剥離紙を剥がして、ティーバッグの紐を挟んでおります。ティーバッグを袋に入れます。紐はティーバッグに巻き付けると入れやすいです。もともとそのように入っていました。袋はギリギリの大きさです。糊で口を閉じたら完成です。素敵なティータイムをどうぞ。ありがとうございました。またお待ちしてます。